大リーグのシーズンが佳境に入り、シーズン MVP の議論も白熱してきた、ドジャースのロバーツ監督は11日、指名打者、DH が MVP を獲得するのはどう思うかと聞かれ、いい議論だ、指名打者の MVP 獲得は健闘に値すると思うし、50から50という誰も成し遂げなかったことをやるチャンスがある選手、大谷翔平のことだからねと語り、大谷翔平の MVP 獲得を後押しした。 過去に DH で MVP を獲得した選手はいない。DH の MVP 獲得の議論をめぐっては、先日、往年の名選手で DH としてレッドソックスで活躍したデイビッド・オルティーズ氏が MLB 機構はずっと自分が MVP になるのを阻止してきた。機構が大好きな大谷が今年どうなるか見物だと発言して話題を呼んだ。ロバーツ監督は、 私は投票権を持っていないからと笑わせながら、翔平が一番として我々に貢献してくれたおかげで踏ん張ることができている。周囲がどういう評価を下すかわからないが彼が600打席たって、やってくれたことは非常に大きいと語った。例年、9月になると、MVP 論争が起きるが、今年は守備につかない指名打者の大谷が、MVP を獲得するかどうかに注目が集まっている。 米メディアはナリーグ MVP の獲得候補に。